本日が7月14日月曜日、ただいまの時間が、午後4時半になろうとしているところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、終わりましたね、ワールドカップが。ああ、そうそう、はい、ねえ、ドイツでした。ドイツが延長の末、はい、1対0で、はい、優勝。すごかったですね。6大会ぶり4回目の強かったですね。でもアルゼンチンも強かったですよ。ああね、うん、僕ちょっと4時に起きてみたんですけど、うん、下馬評ではね、もう圧倒的にドイツかなって言ったけど、別に試合内容も圧倒的にドイツだったってわけでもなく、うん、そうだよね、うん、どっちが勝ってもっていうような。そう、本当惜しかったですよ、はい、うん、あ、先にね、アルゼンチンが1点取ってたらもしかしたら分からなかったですね。ああ、そうね。いや、でも、うん、今回はまさかのブラジルが準決勝で負け、はい、3位決定戦でも負けっていうね、はい、衝撃でしたよ、僕としては。まさか自国開催で ね、2試合で10点取られると思いませんでした。ショックですよね、本当に。なんかもうこう見てみると、日本が予選リーグ敗退したのが遠い過去のような。ああ、そうだよね。結構前な気しちゃいますよね。そうだよね。でもあれはあれあれがね、いつのことだったんだろう。いつだったんだろう。いつでしたか、ね、そもそも7月中の話でしたっけ。7月ではあったのかな。7月ではあったと思いますよ。本当、誰も覚えてない。あれ、いつだったんだろう。でも7月中、あ、6月中、あ、でも6月中から始まりましたっけ。始まったのはそうかね、うん、まあ6月から7月上旬にかねてグループリーグだったんですかね。そう、なんか、それまでってずっとグループリーグはずっと 毎日試合があるじゃないですか。そうそうそう。で、その、うん、ベスト16になってからはその、うん、間が空くじゃないですか。そうだね。それがあるからちょっとね、なんか期間が過ぎてる感じしますけどね、うん、それがなんかサッカー面白いですね。その高校野球とかあったら絶対ほぼ毎日。ああ、そうだよね。連日でも ね、あるからね。高校野球も大変ですよね、だから。ねえ、ね、この暑いのにね。ね、今度はあれですってよ、なんかこんな話しててもあれですけど、うん、高校野球の延長を、うん、あまりにもしんどいと。うん、15回再試合だとしんどいから、うん、あの、なんていうんですか、その、タイブレーク方式を導入しようかどうかって議論が。タイブレイクってどういうことですか。タイブレイクっていうのはですね、うん、社会人野球とかになるんですけど、うん、延長の、うん、何回だったら12回かな、うん、が過ぎたら、うん、その回から次の回からはワンアウト満塁から始まるんですよ。ああ、はいはいはい、表裏が。で、なるべく点を取れるようにして早く試合を終わらそうみたいな感じがあって、うん、あれもソフトも同じですよね。ソフトはワンアウト満塁じゃなかった気がするんですけど、どっちだったかな、分かんないですけど。なるほどね。そう、ワンナートまるで意外と入んないときは点入んないんですよ。ちょっと内野ゴロやっ打っちゃったらね、それでもう終わりですからね。ダブルプレーとかで終わりだしっていう、なるほどね、っていうので、それを導入しようかどうかっていうのがあるらしくて。なるほど。でもね、高校野球なんか切ないんですよね、あんだけ一生懸命やって。どうせならちゃんと決着つけさせてあげたいみたいなね。あ、だってピッチャーがずっと、なんていうんですかね、抑えてるチームにとってはかわいそうじゃないですか。まあまあそうだね、あんま打たれないって思ってるチームだったら、そのワンナート満塁になる機会がめったにないわけですから、そうだね、なんか今後どうなっていくかね、でもまあいろいろ肘の問題とかあると思うんですよね。そうだよね、夏場だからね。まあなんでこんな話、はい、まあスポーツの話は置いておいて、はい、もういよいよ稽古も佳境になりましたよ、2週間ほどで、はい、こちらの情報からお伝えしたいと思います。バン、キャラメルボックス2014サマーツアートゥルース、こちらがですね、東京公演が7月26日土曜日から8月17日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、こちらの公演、まだ全ステージご予約いただけます。はい、比較的混雑している公演が8月2日土曜日18時開演のステージ、はい、翌日3日日曜日13時、はい、開演のステージ、はい、翌週になりまして9日土曜日13時開演のステージと、はい、17日日曜日13時開演のステージ、はい、はい、まあ、この辺りは比較的混雑はしてきております。はい、はい、ただ平日とかはまだまだ全然大丈夫ということで、はい、はい、で同時にやる公演がありますね、こちらですね、
キャラメルボックス201のサマーツアープレミアム涙を数える、こちらがですね7月30日水曜日から8月16日土曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちらはどんな状況でしょうか。はい、こちらもまだ全ステージご予約いただけます。はい、こちらも、比較的混雑しているステージといたしましては、はい、8月2日土曜日13時開演のステージ、はい、9日土曜日18時のステージと、はい、翌日10日日曜日13時のステージと、はい、やはりこちらの最終日ですね、16日土曜日13時開演のステージ、はい、中でも2日土曜日13時と16日土曜日13時の会はもう1階の席を販売しておりません。あら、はい、2階、そうですね、まあ売り切れてしまう可能性もあるかと思いますので、はい、この日しか来られないという方いらっしゃいましたら、ぜひお早めにご予約いただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日ですね、ついさっき、はい、衣装合わせという、まあ、衣装パレードと言ってるんですけど、はい、誰がどういう衣装を着るかというのを、うん、着て演出家に見てもらって OK が出ればそれで行く、はい、今だから下で、涙を数えるチームがやってるんですけど、トゥルースチームでやりまして、久々に着物を着て、はい、なんか身が引き締まり重いですね。ね、時代劇はね、暑いなと思います。暑いよね。夏の時代劇はね、ほんと死ぬほど暑いんですよ。本当に。本当ね。汗が。うん。止まっててもさ、じわじわ来ますね。で、カツラも被るじゃないですか。はいはいはい。もう大変ですよ。うん、もう本当にムシムシして、うん、でも帰りシャワー浴びて帰りたいみたいな感じになるんですけど。うん、まあ、畑中さんの衣装は洗えるんじゃないんですかね。洗えそう。多分、洗うようにしているんではなかろうかと。大体ね、時代劇の主人公は洗えるようにしてもらってるはずです。うん、僕、何かの時、仁助の時は合計3着あった気がするんですよ。途中で全特化するシーンがあったりとかすると、2着だと1個やって、はいはい、次来ちゃうと夜の会ができない。うん、なるほどね、もう濡れちゃって、うん、だから1個やって1個目を脱いだら即洗って、うん、2着目を本番着て3着目を夜の前半で着て昼の1着目を乾かすみたいな感じのやってた気がするんですよ ね。今回はね、東京はね、あの2ステージがないから、あ、そうか、その分、ね、そうですね、大丈夫かもしれませんけれども、はい、まあ大変でね、うん、昔その昔は着物が洗えなかったらしくて、かつていた大木さんが、はいはい、その汗を乾かすためにアイロンをかけるんですよ、うん、そのあまりの臭さに気絶しそうになったそれぐらい、まあ汗です、はいはい、毎日毎日やっていくと本当に大変なことなんですけど、そんな汗だくのお芝居をやりますので、はい、トゥルースはもう動きが全部ついて、はい、もう通せるぞと、はい、次は通せるぞという段階まで来ました。涙を数えるチームはまだ絶賛、セリフを覚え中だそうで、まあ新作、ね、結構早くね、上がってましたけどね、はい、うん、大変ですよ、新作は、うん、やっぱり、うん、方言がないだけまだいいんじゃないですか。ああ、そうですね、うん、方言のある芝居で台本がなかなか来なくてってなるとね、うん、いやまあ大変ですよ。そうですね、うん、台本来てからさらにこう方言をチェックしてもらって、あの方言に直してもらって、はい、でさらに言い回しのチェックが入ってみたいなね、 そこに今度は気持ちを込めみたいになってから、うん、なんかいろいろ大変、僕も時々方言の芝居やらせていただいたけど結構大変だったイメージありますね、うん、だいたい新作多いじゃないですか、方言って、うん、だしさ、まあ関西弁だったらまださ、こう馴染みあったりするけど、聞いたことありますよね。そうそう、九州とかあっちの方の言葉になるとわかんないかったりするからね、はい、意外とそんなに訛りがないよって言われながらも聞くとやっぱあるみたいな、そうそうそう、微妙な感じの訛りが、うん、結構難しい。まあまあ今回はないからね、はい、ただ時代劇言葉だから固く喋らなきゃいけないとかあるんですけど、そうですね、うん、この2本の時代劇どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、続きましてこちらですね、バン、キャラメルボックス201グリーティングシアター無伴奏ソナタ、こちらがですね、東京公演が9月26日金曜日から10月1日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。こちら前売り開始がですね、東京と名古屋と大阪が同時なんですけれども、うん、こちらは7月26日土曜日
発売となっております、はい、で東京公演の次が三重公演があります。三重公演は10月5日日曜日に三重県文化会館中ホールで行われます。こちらの三重の前売りはもう始まってます。7月6日日曜日から始まっております。よろしくお願いします、はい、で名古屋公演です。名古屋公演は10月8日、水曜日、9日木曜日と名鉄ホールで、大阪公演が10月11日土曜日から13日月曜日祝日まで森の宮ピロティホールで行われます、はい、こちらの参り返しは東京と同じです。で大阪が終わりますと今度は新潟公演があります。新潟公演は10月25日土曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館で行われますと。こちらの前売り開始は8月23日土曜日、となっておりますと。はい、合ってますね。合ってます。で最後が岐阜公演です。岐阜公演は10月29日水曜日に大垣市スイートピアセンター文化ホールで行われます。こちらの前売り開始は8月1日金曜日となっておりますと。はい、いつもあります。6会場もありますけれども、はい、こちらまあいろんな会場もあるので、いろんなものでね、ご会いしたことないお客様に会えるかなと思うんですけど、嬉しいですね。そうですね、こういういろんなところを回れるっていうのは、美味しいものも食べられるかなってそうだよね、うん、短いからね、ちょっと、はい、ぜひなんか厳選してね、本当ですよね、ここぞというところに行きたいね、あれ食べなかったのとかなっちゃうから、うん、そうそう、難しいんですけど、うん、まあまあこちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。続きましてこちらですね、ビャン、D-BOYS 10th Anniversary D-STAY 15th、はい、駆け抜ける風のように、こちらがですね、はい、東京公演が10月9日木曜日から19日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。続いて大阪公演です。大阪公演は10月24日金曜日から26日日曜日まで梅田芸術劇場シアタードラマシティで行われます。最後名古屋公演です。名古屋公演は10月31日金曜日と11月1日土曜日に名鉄ホールで行われますと。はい、キャラメルボックスからは岡田達也、三浦剛、つい俊作、梶本大輝、以上4名が出演いたしますと。はい、ということで大変ですね、なんかこう連続で時代劇に出演する方々、本当ですよね、はい、ねえ、たくさんだと思います。ですよね、はい、うん、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。お、いけるかな。はい、続いてこちら渡辺杏里出演、でかい、はい、でかいなこれ、幻兄弟、はい、はい、こちらがですね、7月18日金曜日から21日月曜日まで、子供の城青山円形劇場で行われますと。はい、なんかダークな、そうですね、チラシですね、でっかいですね、うん、ね、超でかい、裏がもうこんなになって、まあこれはインパクトあるチラシですね。そうですね、はい、うん、もう間もなく始まりますので、はい、ぜひアンリの勇姿を見に行ってください、はい、よろしくお願いします。そして最後こちらですね、じゃん、アネモイプログラム第8回公演はるか、はい、こちらがですね、8月20日水曜日から24日日曜日まで中野座ポケットで行われます。キャラメルボックスからは、小林晴世、笹川彩奈、鈴木秀明、毛塚洋介、以上の3名が出演するということ、はい、アネモエプログラムというのはですね、キャラメルボックスの俳優教室というのがありまして、うん、そちらの卒業生を中心に組んだユニットですね、うん、はい、まあ、はるかって言っても分かんないかもしれないんですけど、キャラメルボックスの銀河戦慄というお芝居と広くて素敵な宇宙じゃないか、この2つをドッキングさせた、うん、はい、連続上演というということでよろしいですね、はい、はい、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします、うん、お願いします。というわけで、あっという間にお時間となりました。はい、最初スポーツの話過ぎました、ね、そうですね、はい、まあいよいよもう柱劇2つが大詰めとなっておりますので、はい、夏の暑い時期に男たちの熱い柱劇を見に来てくれたら嬉しいです、はい、どうぞよろしくお願いします、 お願いします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、バッハッハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、いや、さっきも話しましたけどね、昨日ワールドカップ、今日今朝があったらね、うん、はい、結構夜中は寝不足な人が多いんじゃないかなと思うんですよね。なんでしょうね、4時ですか、まあ、4時、ね、4時キックオフで、はい、僕4時に一応起きて見て、うん、6時までだと、はいはい、2時間の辛抱だと、うん、見たら延長戦じゃないですか、ね、うん、結局7時ぐらいまで見て、はいはい、もう本当にちょっと最後の方を、うん、頼むから PK 戦じゃなくて決めてくれって言うんだから、でも結構あるんですよね、うん、決勝も3大会連続延長戦ですって。ああそうなんだ。前回大会も延長戦でスペインが2点入れて、うん、その前はイタリア
かな、延長戦かなんかでしたかね、うん、確か、うん、でその前は何だろう、でもアメリカ大会も PK 戦でしたから、その前ってなるとどこだ、ブラジル、日韓、あれ日韓がイタリア勝ったんでしたっけ、え、ブラジルの前がフランス、あ、フランスはそのもっと前か、ね、うん、この間前回大会優勝がなんでこんなスペインだから、うん、スペインはあれどこ大会もうなんで忘れる、フランスはフランスだと、その大会は南アフリカ、あ、南アフリカ、南アフリカがスペインが勝って、はい、フランス大会はフランスが勝った、その前が日韓でフランス、ああそうだね、うん、そういうことになるのかな、ですね、でメキシコになる、そうそう、でさ連続でさ、はい、なんか優勝国が、はい、あの次の大会のグループリーグで敗退していってるんでね、そうかフランスそうですね、そうそう、で次スペインも、スペインも敗退して、そうそう、うん、じゃあ次はね、ドイツが、ドイツが、でもドイツって、記録なんですよ、十何大会連続だから予選リーグ負けてないですね、確かね、あ、突破してるんだ、突破してるはずだから、うん、すげえ、しかもここ何大会連続でも準決勝出てるんですよね、お、前回も多分準決勝で負けて、はいはいはい、その前も準決勝で負けみたいな感じだったと思うんですよ、めっちゃ強いんですよ、すごいね、今年なんかこうバイエルンミュンヘンっていうね、うん、そのいろんなのを制覇したチームのメンバーが7人か8人代表に連れてるらしくて、決勝も6人くらいで参加な、もうチームワーク抜群ですから、なるほどね、いやしばらくドイツ強いから、うん、でもまあもうちょっとしたらなんか南米勢がまた出てきてくれないと面白くないですよね、うん、やっぱりね、うん、だって今回初めてでしょ、その南米大陸の開催でヨーロッパチームが優勝したのが初めて、うん、あ、そうなんだ、過去に例がないんですって、メキシコやらブラジルとか、そう、そう、アルゼンチンとかも、そうです、そうです、だからそこら辺の国がずっと、ね、北米も合わせてその、うん、あ、アメリカ大陸の大会で南米チーム以外が優勝したのは初です、初です、へえ、皆さんどうでしたか、もう終わっちゃいましたけどそろそろこちらの、ね、はい、気持ちを、ね、切り替えて、はい、ね、サッカーみたいな、今度は刀でね、はい、チャンバラって言っちゃったらあれですけど、うん、時代劇、時代劇を、はい、どうなんですかね、夏の時代劇って、多分時代劇夏のイメージあるかな、うん、そうそう、中心部内外は夏のイメージありますよね、あ、うちのに限らず、はい、世間一般でなんかあんまり、俺あんま季節感感じないけどな、でもあんまでもなんかセミとかのイメージ、セミがミンミン鳴いてるとか竹やぶとかそういうイメージないですか、あ、竹やぶとかはちょっと青々しい、ね、青々しいイメージが、うん、なんか、うん、なんだろう、僕だけのイメージかな、まあそうですね、江戸に関しては季節感ないかもしれないですね、でもなんかしょっちゅう祭りとかやってるイメージがあるから、あ、 なるほど、なんか夏の暑い江戸っ子のイメージとかある、うん、まあ、うん、あるんですけど、まあそんな夏なんでね、ぜひぜひこれ来ていただきたいんですよ、うん、まだまだその夏休み入って予定が立てづらいと思うんですけど、平日なんか本当に今ならかなりびっくりするぐらいいいお席で、うん、見られます、そういうとこも空いてますよ、はい、で、立てがね、結構今回やっぱり綺麗で、うん、なんか白熱した立てなので、できれば前の方で見ていただけたらね、はい、すごい嬉しいですね、はい、で、まあ混んでるステージもこう、そう、2階、うん、2階席も結構立てがね、うん、美しいんですよ、そうだね、あの、こう奥から前の移動とか、ね、縦のね、合わせてのは下で見るのがいいんですけど、うん、人の動きね、うん、こういう風に動いてたんだ、そうそう、僕昔、だから菜園の風をつくものを2階席で見て泣きそうになりました、うん、縦見て、あれ、僕もね、まだ入社前にあれ見て、はいはい、入社試験の時に、はい、社長面接で話してたんですよ、はい、そうそう、で、あの奥、前奥のこの動きがいいですねって話したら、はい、うん、あの時からね、意識して、はい、こう横だけじゃなくて、ね、こういう前、うん、前後の動きをつけたっていう話をしてましたね、やっぱそうなんだな、うん、そうそう、素晴らしいですね、うん、自分どこで褒めてるそんな、はい、綺麗な盾が見られる時代劇、うん、トゥルースと涙を数える、ぜひよろしくお願いいたします、あのお待ちしておりますので、はい、よかったら来てください、はい、というわけでお時間となりました、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、それでは皆さんまた来週、さようなら。